とりあえずみんな目つぶってみてくれ。なんでやねん。いや何の感想も言われへん。ちぇー名越恭平ちぎらくん待ってたで。目指せなのにちぎらくんが甘すぎる君ならなんていうキュンキュンセリフ大喜利。やっぱり俺キサラギのこと結構好き。この度、高橋恭平が映画単独主演を務めるなのにちぎらくんが甘すぎるが3月3日より公開となります。さあ恭平、この映画どんな映画でしょうか？素晴らしい映画です。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。どういったストーリーなんですか？撮影現場どうやった？でも楽しくいい感じにやりました。今日なんかかしこまってるよ。なんか前前では緊張してんねや。緊張してるやろ。緊張してる、緊張してる、緊張してる、緊張してる。なんかこうね、7人でおるって不思議やな。いつも YouTube 7人で撮ってるやろ。7人やから。まあね、今回なんでこんだけ恭平が緊張してるかと言いますと、今回はですね、公開記念ということで、映画なのにちぎらくんが甘すぎるにちなんだ企画を行いたいと思います。ありがとう。まずはですね、我々のために試写会を開いてくださるそうなので、しっかりと映画を見させていただきまして、その後企画したいと思います。今日はもうみんなでフラットにまずフラットに見るという。ええや、楽しみやね。いや、俺は逆にああいうコスプレしてくれたら嬉しかった。やってくれたもん逆にね。じゃあ早速見ていきましょうか。いこういこうでーす。ゴーゴーゴー、レッツゴー。試写室にやってまいりましたけども、はい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 、恭平は見たの？試写は見ましたよ。見たんや。いや、滑舌ずっと回ってないミーじゃなかったもんな。ムーやったもんな。ムーました。ムーました。そんな緊張することある？いや、そんな言うやったら見たって怒ってる。怒ってる。どうした？見たから。恥ずかしい。とりあえずみんな目つぶってみてくれ。なんでやねん。何の感想も言われへん。楽しみですね。楽しみやな。確認ですけど、これキュンキュン多めな。なんて言っても少女漫画の原作です。うわぁ、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 一番はしゃいでるやつが。そう、やっぱ夢って言ってたもん。ずっと言ってんの。そうやね。高橋くん、もう入賞した時からね、夢って言ってましたから。言ってました。こういう作品に出てみたかったので、それが本当は叶った作品です。あー、叶った瞬間を見れるわけね。よみよみよみ。それじゃあお願いします。小田橋はもしかして、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 早っ早っ。お、誰だ誰だ、あなたは誰ですか？ウリムネ。ちぃー、高橋恭平。ちぃー、待ってたね。片思いプレイっぽい。うん、気あるよ。でも甘い。お前には関係ない。関係あんだよ。千人傷つけたらマジで許さないから。そっちこそ、マーヤを傷つけたら許さない。ありましたけども、皆さんいかがでしたか？いやー、キュンキュンしましたね。よかったね。泣いてます。やばい、消毒してほしいわ。ごめんなさい、早速ちょっといろいろなね、シーンがたくさんあります。いやすごかったよ。途中さ、どういう感じやったか分かるけど、
これ実は、ちょっと、なんか恥ずかしい。恥ずいなーって思ってた。古畑任三郎ずっと一本一本バージョン。いやー、そして最後にはね、我々のね、フォースシングル、スペシャルキス流れましたね。流れたタイミング最高やね。エンドロールもさ、もう下から上がってきた時に言って嬉しかったな。そうや、何もなし。嬉しかったな、あれ。スペシャルキス。何もない主題歌ってな。なんか、格好からなんか、ついに来たおっちゃんみたいになってる。なんか、それぐらいテンション上がりようやから。遊びに全部してる。さあ、それでは。このちぎらくの波に乗って僕らは今からキュンキュン企画をやっていきたいと思います。おはい、よいしょ。目指せなのにちぎらくんが甘すぎる君ならなんていうキュンキュンセリフ大喜利。キュンキュンセリフいいぞいいぞ。いいね。今からですね、映画のとあるシーンを振り返ります。ちぎらくんと如月さんのセリフのやり取りを見て、ちぎらくん以上のキュンキュンしたセリフを考えて発表していただこうと思います。全員発表していただきまして、自分以外に投票いたします。見事1位に輝いた人にはキュンキュンセリフ王の称号を差し上げます。称号じゃあ取ったろ。今期超えちゃっていい。もうそれはもう超えちゃった。やめやめ。チギじゃなくてジョジョでもいい。ジョジョは違う。ジョジョは違う。早速参りましょうか。まず最初はこちらのシーンです。はいはい。何？こちらありましたね。雨のシーンで一緒に歩いているところがありましたよね。ありました。そこでちぎらくんがですね、如月さんの頭に乗っていたテントウムシを取るシーンですね。はい。はい。テントウムシ。いやあ。失恋の記憶、早く俺で上書きして。この失恋の記憶、早く俺で上書きしての部分を変えていただこうと思います。いいな。なるほどな。まずじゃあちょっと一回あ、本気見ちゃうな。本気見ちゃうええやん。これ一回見せてもらっていいですか。誰かテントウムシの役やる。じゃあ、テントウムシ。テントウムシ。赤テントウムシ。じゃあちょっとジョー君、草薙さんやってもらっていい。はい。早すぎちゃったわ。テントウムシでか。それではお願いします。テントウムシ。失恋の記憶、早く俺で上書きして。おーボンケやん。いい。気まずい気まずい。テントウムシ、これがもう本家ですからね。この本家を超えれるように頑張ろうということでございます。さあ、それでは流星お願いします。あ、テントウムシ。キャこんなテントウムシなんかで驚いてんの。じゃあこれから俺がしていくことにもっと驚くことになるんちゃう。カサいいいいよいいよいいね。さあ、それでは続いて、はい、道、はい、参りましょう。よーい、アクション。テントウムシ。いや、このテントウムシ、キサラギさんにくっついてるから、やきもち焼いちゃった。カサ。いい。さすが。さすが。確かに。やけど。ちょっとキャンのあのパターン出してくんのやめてください。それは出すやろお前。なんかすごい深刻そうな顔してますけども。もちさん。続きまして。いけます。続きな。いけます。オッケーだったら最後に回すのでも。いやだだ。これマジこれ真剣に行くからな。あ、もう正直さん見てるってこと。いや見てくれてますから。見てくれてるってことで次の客はこう来るかもしれない。客を来る。客を来る。待って。二人来てくれるの。さあ、それでは参りましょう。おあいつさん。よーい、アクション。テントウムシ。テントウムシって知ってる？幸せを呼ぶ虫らしいよ。だから今からお前を幸せにしてやるよ。カタッシャッ。はい、シャッ。
おやさん、出口あちらです。なんでなあの、テントウムシの言い方がな、テントウムシ。早かったね。テントウムシ。早口言葉みたいな感じ。テントウムシ。さあ、続きましては、なんといっても本家。本家ですから。恭平でございます。いいよ。まあ、これ言ってたのはちぎらくんですから。恭平はなんて言うか。それでは参りましょう。恭平、よーい、アッション。テントウムシ。キャテントウムシにも好かれるってやっぱり俺、キサラギのこと結構好き。分かった。なるほど。テントウムシ結構好きでもかけてます。あ、なるほどね。いいのいいの。え、え、え、ちょ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 、めっちゃいい。いいの胸キュン。何？いいね。ラップじゃない。すごいな。いきます。はい、お願いします。テントウムシ、ひゃあ、違う、これ梅干しの種や。後ろついてたん。おっちゃめさ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 ん。ありそうやんな。おっちゃめさん。おっちゃめさん。おっちゃめさん。なんかありそうやん。なんかありそうやん。おっちゃやんやろ、それ。おっちゃやんやん。おっちゃやん。それでは、ジョーくん、参りましょう。よーい、アクション。テントウムシ、キャー。失恋の記憶、まだアップデしてないの。よかった。なるほどね。宣伝した。すげー。宣伝した。ええやん。その前にあの、ファルセットでギャーやめて。いや、よう声通ったなと思って、いつもカサカサやのに。通ってない、通ってない。今でも見どこ行ってもない。さあ、それではラスト、はい、OK、 ケント参りましょう。お、よーい、アクション。テントウムシ、ひゃ。いや、テントウムシって虫の癖がすごいって。いや、俺なのにちぎらくんが甘すぎるじゃなくて、なぜか千鳥くんが甘すぎるやんけ。だんだーん。どういうこと？キュン映画で絶対やってはいけないこと最後した。なんとかね、ゲー。見たことない、確かに。さあ、それではこの人、一番良かったなと思う人を自分以外で選んでください。はい、じゃあ、指差しで決めていきたいと思います。いきますよ、せーの。ということで、リッチー。やったー。いいね。すごいすごいね。ということで、1回目は、あー、はい、あ、1回目やった。あ、これ1回目もう1回あります。もう1回あります。いいね。行っちゃえるよ。恥ずかしいやん。もうええやん。怖いな。次なんやろな。さあ、続いての試合はこちらです。なんやろ。どどん。これがデートしてるシーンです。あー、やったな。はい、ちぎらくんと、きさらぎさんがお寺を歩くシーンでございます。水族館とお寺と迷ったんだけど、ここでよかった？それはもう、ちぎらくんのお好きな方で。でも、なんでお寺？あ、もしかして仏像とか好きなんですか？水族館の魚見てるより、キサラギさんの顔見てたいから。やった、魚に勝った。ちょっと難易度上がりましたね。だから、言ったコメントにしっかり、やった、魚に勝ったが繋がんないとあかんねん。そうなんだ。そういうことや。そういうことやな。うわ、むずっ。いやいや、これ好きなんですよ、このセリフ。お、だいろんなセリフある中でも結構お気に入りの上位です。おお、これじゃあ、今日負けてられないですね。ズース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 ね。ここで皆さん、朗報です。はい、今まではね、カメラに向かってやってましたけど、あ、次、キサラギさん役がいます。誰？誰かやってください。キサラギさん役。あ、俺トップバッターやから無理やん。じゃあ、俺も MC やから無理やわ。あ、俺最後決めなあかんから無理やわ。俺もチギラやってたから無理やわ。俺昨日耳鼻科行ったから無理やわ。俺も今日ベスト着てるから無理やわ。じゃあ俺行く。飲み込みが早い。飲み込みが早い。行ってくれんの。じゃあここで。ちょっと待って、俺耳鼻科行ったから無理やわ。ベストの方がやばいよ。どっちもやばいよ。今からそう、このこちらの顔
カツラ好きやなあ。すごい、ほらだってもうカツラ好きやな。キサラギさんと一緒の髪。お前お前そろそろ全く一緒ちゃうこれ、そろそろよ。え、ほんな俺せ、せんでいいの。やるよやるよ、一人一人楽すんなよ。おい、チギラやってカツラかぶってまたやらなかった。よーい、アクション。水族館とお寺で迷ったんだけど、ここでよかった。それはもう、ちぎらくんの好きな方でも、でも、なんでお寺？もしかして、仏像とか好きなんですか？いや、まあ、そうじゃなくて、やっぱ水族館行っちゃうとさ、俺って陸上部やん。だから、魚泳いでんの見たら追いかけたくなっちゃうの。だから、こうゆっくり歩ける、ここ、お寺に来たかな。やった魚に勝った。どうしました、どうしました、どうした、うちの女子女優なんで今。え、今うちの女子はもう即降板してほしいんですけど。いや、もうこれからなんで伸びしろしかないんだから。それでは西畑参ります。よーい、アクション。水族館とお寺で迷ったんやけど、ここでよかった。それはもう、ちぎらくんの方、ちぎらくんの好きな方で。でも、なんでお寺？もしかして仏像とか好きなんですか？いやちぎらさ、ちょっと魚に顔似てるって言われるからさ、水族館行ったらさ、ちぎらがいっぱいいるように見えてやばいじゃん、じゃんじゃん。だからさ、君の方が可愛いよ。やった魚に勝った。勝った。すいません、やっぱ緊張してるんで、あのセリフまだ言えないんです。ごめんなさい。すいません。全く一緒のこと感じなかった。すいません、ごめんなさい。続いてハスンかな。うん。じゃあ誰してくれ、誰やってほしい。じゃあどうしようかな。隣におるし。もう噛んだから。もうトライトライっつって。隣にもトライっつって。髪色も似てるし。そう。結構真剣に見てる。入ってる。入ってる。え、口口が。ちゃんと見てたこれ。すごい。それではハスン参りましょう。よーい、アクション。水族館とかお寺で迷ったんやけど、ここでよかった。それはもう、ちぎらくんの好きな方で。でも、なんでお寺？もしかして仏像とか好きなんですか？まあ、水族館行っても楽しいと思うけど、まあ、お寺でなんか、こう拝んでる時に、なんか拝んでるその横顔をちょっとずっと見ときたいなって思って。やった、魚に勝った。なんでやねん。やった、結構真剣にやったよ。魚に勝ってた。魚に勝ってないね。勝ってないの。魚に勝ってたっけ。さあ、それではケント参りましょう。よーい、アクション。水族館とお寺で迷ったんやけど、ここでよかった。それはもう、ちぎらくんのお好きな方で。でも、なんでお寺？もしかして仏像とか好きなんですか？好きやと思う？まあ、仏像も水族館もどっちも好きやよ。でも今はその両方よりちょっとだけ如月さんの方が好きかな。やった、魚に勝った。ガサッ。いいね、いいんじゃない。真剣にやったよ。いやいや、真剣に。魚に勝ったもん。いいよいいよ、行きます。偉いな、ほんまに。ちょっとごめんなさい、ちょっとうちのタレントと話していいですか。はいはい、ちょっと来て。うん、あんた3回中3回ともセリフ噛んでるから ね。そうだね、チーフ残ってる。はい、いいよ。はい、次いけるよね。次行きます。次無理だったら本当にクビよ。はい、わかりました。いいよ、はい、私この事務所で一番推してるんだから。わかりました。いける、頑張ります。できる、できる。舐めてる人。できます。それでは参りましょう。よーい、アクション。水族館とお寺で迷ったんやけど、ここでよかった。それはもう、ちぎらくんのお好きな方で。でも、なんでお寺？もしかして仏像とか好きなんですか？まあ、仏像とかあんま興味なくて、なんか全然違う。すげえ、見て。え、何？お坊さんとさかなクン戦ってる。そんな戦う？え、お坊さん、お坊さんがさかなクン芝居だ。うわっ、うわっ、やった、魚に勝った。勝った。
確かに。そういうこと。確かに勝手けどな。いや繋げてましたね今。繋げました。繋げれてる。お坊さん VS 魚くん。うん、で最後お坊さんが魚くん芝居てやった魚に勝った。あそういうことね。キュンキュンよりも下のセリフ取ったんや。当たりました。キュンキュン捨てました。はい、でちょっとごめんなさいね。あの首でさ。絶対に絶対いけると思うんだけどさ。ちぎらちょっと振りがな振っといてちぎらくん。ちぎらくん感じだもんね。それでは参りましょう。よーいアクション。水族館とお寺で迷ったんだけど、ここでよかった。それはもうちぎらくんの好きな方で。でもなんでお寺？もしかして仏像とか好きなんですか？水族館行くとさ、いっぱい魚いるやん。だから魚にも行ってほしくないというか、あんまり魚も見てほしくなくて、だからこうお寺やったら一緒に拝んでさ、俺が好きな如月さんとずっと一緒におれるって願えるし、だからこうお寺にしたかな。やった魚に勝った。勝った素晴らしい。すごい素晴らしい。よかったね。釣れました。言うんだけどさ、やっと魚に勝ったがさ、クララが立ったのに。やったハイジに会っちゃう。魚に勝ったハイジなんかミッチーが変な反応して反応してたな。モロかぶり言ってる言うの。でもあるよな、何人持ったら。そうよそうよ、順番ですからね。順番がね、あれから運やからね。これも運やからな。そうそうそう、励ましてるやろ。ミッチー参りましょう。ほらほら、よーいアクション。水族館とお寺で迷ったんやけど、ここでよかった。それはもうちぎらくんの好きな方で。でもなんでお寺？もしかして仏像とか好きなんですか？まあ水族館も好きやけど、仏像を見てる方がなんかこう二人の時間、二人のだけの空間になるから、二人で過ごしたいからそうしたかな。やった魚に勝った。勝った。いいね。なるほど、これもクラフル。じゃあこの中で一番良かったなと思う人をまた自分以外で決めていきたいと思います。そっか。せーの。お、強兵の人。はいはい。お、すごい。すごい。満場一致で勝者強兵。はいじゃあ。おめでとうさん。あとさん。強兵は誰なんですか。森健斗さん。おお。ありがとうございます。今ねミッチーと強兵で1対1。おお。お。あれもしかして？そうです。いやじゃあ譲る。いやせっかく強兵の映画やのになんか俺が出る出しゃばるのは申し訳ない。じゃあもらう。あいや。じゃあもらってくれて。いいんですか。強兵が勝つべき。ところ、うわ、優しい。ということで、優勝は恭平に決定。おめでとう。おめでとう。それでは改めて恭平、映画の魅力を教えていただいてもいいですか。この映画はですね、本当にこう片思いごっこから始まる、こうちょっと新しい胸キュンラブストーリーなんですけど、本当どの世代からも好かれるような新しい片思いを感じれるような映画となっておりますので、みんな見に行ってくれたら嬉しいなと思います。そしてね、僕たちの、はい、フォースシングルスペシャルキスがね、はい、映画の主題歌となっておりますから、はい、劇場でご覧いただければなと思います。お願いします。お願いします。ということで以上なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく。グッドボタンもよろしく。ちぎらくんもよろしく。